出港です。皆様こんにちは。ナビゲーターの葉月です。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。空母クイーンエリザベスがポーツマスを出港。日本はこの動きにどう応えるのですか？4月26日、イギリス政府は空母クイーンエリザベスを中核とする空母打撃群を日本、韓国、インドなどへ派遣すると発表しました。翌27日、岸防衛大臣は日英関係が新たな段階に入ったと歓迎の言葉を述べています。もちろん、その動きに神経を尖らすのは中国共産党。状況の複雑化を招く行動を取らないようにと外交部の報道官が牽制しています。アジアのみならず世界の覇権を取ろうとして世界秩序を乱しているのはあなた方ですよね。まあ、このような発言が出るということは私たちの行っていることは間違っていないということです。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また海外や日本国内の反応など今日も楽しくお伝えしていきますね。5月2日付、アベマタイムスによると、イギリス海軍最大級の空母クイーンエリザベスを中心に編成された部隊は1日、母港のポーツマス港を出発した。部隊は駆逐艦2隻やフリゲート艦2隻、潜水艦など合わせて9隻で構成され、ステルス戦闘機 F-35 などを搭載している。スコットランド沖で軍事演習に参加し燃料補給をした後、約7ヶ月にわたりインド太平洋などへ派遣される。クイーンエリザベスにとっては初めての本格的な航海で、日本や韓国、シンガポールなどに寄港し、日本では自衛隊との合同演習を行う予定だ。イギリスは3月に発表した外交や安全保障の新たな方針、統合レビューで、インド太平洋地域を重視する姿勢を示しており、派遣には海洋進出を強める中国を牽制する狙いもあるとみられる。ウォレス国防相は声明で、今回の派遣は国際秩序の脅威へと立ち向かう我々の姿勢を示すものであると強調していると報じています。イギリスは1968年、財政難によりインド太平洋地域から撤退しましたが、それ以来すでに50年以上が経過したことになりますね。しかし今回のインド太平洋地域への空母打撃群派遣の決定で、エジプトのスエズ運河よりも東側へイギリス海軍が戻ってくることになります。3月15日のイギリスの大手新聞ガーディアンには、ジョンソン首相は大英帝国の幻想にとらわれているのではないかと、イギリス国民の半数がインド太平洋地域に海軍が出ていくことに反対またはわからないと答えていると、イギリスの国民は今回の派遣についてまだ十分理解できていないことを明らかにしています。しかしフランスやドイツが同じような動きを見せていること、インド太平洋地域に経済の中心が移ること、そして中国の台頭が看過できないレベルに達していることを説明しています。イギリスはインド太平洋地域が新たな地政学的中心であることを受け入れなければならない。そして EU という保護主義的な枠組みから解放され、イギリスは軍事的だけでなく経済的にもこれからまだまだ成長するインド太平洋地域に関与することは必ずプラスになる。そして日本はイギリスにとって重要な国であり、この地域の静かなリーダーである。クアッドの一角を占め、TPP を主導した日本とイギリスは関係を深めるべきだと書かれています。そして3月16日、イギリス政府は今後10年間の軍事及び外交政策の抜本的な見直しを発表し、その計画通りに5月1日、空母クイーンエリザベスはポーツマス港を出港したのです。イギリスの今後10年間の軍事・外交政策が発表されたとき、中国共産党の機関紙、人民日報の英語版、環球時報、グローバルタイムスに何と書いてあったのか少しご紹介してみます。過去の栄光を復活させたい空想から生まれた政策。アメリカの言いなり。イギリスは自国を過大評価しすぎ。米中冷戦に比べたらイギリスはただの言葉遊び。イギリスはインド太平洋地域で地位を確立することはできない。インド太平洋地域のかつての支配者は経済力が低下しているため復活することはできない。インド太平洋地域に戦略的にシフトしてもイギリスの得るものは少ない。中国共産党の革新的な利益を損なうようなことがあれば激しい報復を受けることになるだろうと面白いくらいに分かりやすく全編にわたってイギリスをボロクソに書いています。そして最後にお約束の代償を払ってもらうと恫喝することも忘れていません。日米2+2の共同声明、そして日米首脳会談の共同声明に激しく反応した環球時報。中国共産党はイギリスがインド太平洋地域に戻ってくることも相当嫌がっているということですね。空母クイーン・エリザベスと空母打撃群は40カ国を訪問し、インド、日本、韓国との演習も予定されています。朝鮮日報によると、自称バランス外交をしているムン政権としては中国に忖度しなければならないので、空母クイーン・エリザベスの釜山港への寄港が決定するまでに多少混乱があったと書かれています。岸防衛大臣が空母クイーン・エリザベスの寄港を歓迎したのに対し、韓国はどうしても2つ返事で引き受けることはできないのですね。さすが外交の天才、ムン大統領、イギリスをじらすこともできるのですね。そんなことよりも問題は私たち日本です。イギリス、フランス、ドイツ、オランダがわざわざインド太平洋地域に集まってきてくれています。当事国の日本としては非常にありがたいことですが、日本がそれに対してきちんと応えることができるのかがとても心配です。日本には沖縄の反基地活動家を代表とする軍戦争アレルギーを持った方がたくさんいますし、与党内にも隣国のために働く人間が実権を握っているのが現状です。軍事力を背景とした外交交渉。核兵器によって軍事的均衡が保たれ、結果戦争が起こらない。このような厳しい現実から目を背ける、酒を酌み交わし話し合えばなんとかなるなんて考えるお花畑の住人の多さにかなりの危機感を感じます。軍事はアメリカにお任せの時代はもう終わったのです。日英同盟が復活する日のために私たちは私たちにできることをしっかりと準備しておかなければいけませんね。今回のニュース、海外からも興味深い声がたくさん上がっていましたので、次にその一部をご紹介いたします。空母クイーン・エリザベスの出港か。感慨深いですね。空母打撃群も期待できそうです。幸運なことに、最近の中国の外交部報道官は、変な画像などで世界中に喧嘩を売ってくれてますよね。マレーシア人として、この派遣は大歓迎です。一刻も早く中国の対外的な野心を抑える必要があるからです。南シナ海は中国だけの海ではありません。中国の拡大を早く抑えないと本当に戦争が起こってしまいます。大英帝国による植民地支配を思い出す人もいるようですが、今のイギリスはかつての大英帝国ではありません。誰も中国の国土なんて手に入れようとは思いません。でも中国は国内に封じ込ませないといけないのです。航行の自由と航海の定義をあの中国に思い知らせないと。イギリスの目的は2つ。対中包囲網に加わること、そしてグローバルなイギリスという外交政策を実行することです。イギリス人は決して奴隷になることはありません。でも、米中対立に参戦するのは微妙です。空母クイーン・エリザベスの写真にはいつも見とれてしまいます。南シナ海を航行するのが今から楽しみです。空母の派遣には賛成だけど、第三次世界大戦にならないことを願います。私たちイギリス人は私たちのやりたいことをするだけです。でも、ロシアの脅威も忘れてはいけません。イギリスは世界に力を示すことはできますが、海峡を渡ってくる移民を止めることができません。これで人民解放軍が恐怖で震えてくれたらいいのですが。以上は海外からのコメントでしたが、日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。日本としてもこの派遣は大歓迎です。日米英で尖閣あたりで合同演習を実施してもらいましょう。クアッドプラスが揃い踏みしたら、南シナ海の人工島も無力化してもらいましょう。イギリスにはクアッドプラスの他に TPP にも加盟。そして日本はスパイ防止法と情報機関を作り、早くファイブアイズに加盟してください。数年前、横須賀の軍港巡りをしていると、イギリスやオーストラリアの軍艦や潜水艦が米軍基地に寄港していました。いよいよイギリスの空母打撃群が出てき始め、さらにオーストラリアの軍用機が嘉手納基地から尖閣を偵察しているという話なんか聞くと、尖閣や台湾の紛争は国際紛争に広がっていくような気がします。すなわち、尖閣や台湾をめぐる争いは世界大戦の様相を呈してきたということです。大歓迎です。世界をややこしくしている中国を懲らしめましょう。これ以上増長させると手がつけられなくなってしまいます。中国の香港に対する仕打ちは大英帝国のプライドを痛く傷つけたに違いありません。その意味では今回のイギリス海軍の太平洋展開はクアッドと呼応してイギリスの威信を取り戻すという強い意志の表れだと感じます。来ないよりはマシだけど今の中国の戦力じゃイギリスの空母打撃群くらいでは脅威になり得ないと思います。日英同盟最高。たくさんの国が協力、支援してくれるのはとてもありがたいことですね。この支援に応えるためにも、我が国は防衛費を上げ、憲法改正、そして移管法ではなく武力行使ができる体制を早急に作らないといけません。米英仏の空母が北東アジアに集結するなんてとても興奮しています。日本も早く覚悟を決めるべき。他の国が動いてくれても、肝心の日本からのやる気が全く感じられないことに何より腹が立っています。イギリスにはアジアに新たな軍事基地を作るほどの力も、アメリカのように頻繁にアジア太平洋地域に空母を派遣させる余裕もありません。それでも来てくれます。涙が出るほどにありがたいことですよね。そんな中、中国初の国産空母山東が遼寧と入れ替わる形で南シナ海で演習を行っているそうです。海軍報道官は国家の主権を守る能力を向上させると言っていますが、これはもちろん、アメリカを牽制するための演習ですよね。この米中がバチバチに睨み合っている緊張感、日本の皆さんは共有できているのでしょうか。そこだけが心配です。皆様のご意見、ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。